皆さんこんにちは、アスキトトウシクラブです。今日はですね、9810日鉄商事の解説をしたいと思います。この銘柄ですね、7月の前半こう横ばいだった動きからですね、7月23日出来高をですねしっかりと増やしながら、75日線を抜けた後ですね、その後まあしっかりとねちゃんと押し目を作りながら上昇してきてます。で、8月22日もですね、25日移動平均線がサポートになって、その後まあ三角持ち合いの、ね、動きになってましたけども、ちゃんとしっかりと25日移動平均線を意識した動きになってきてますね。で、9月4日はですね、出来高を伴ってしっかりとこうブレイクしてきておりますので、当然押してきたとこはね買いが入りやすいんではないかなと思われます。まあ、目安としてはですね、こちら一目均衡表の日足ですけれども、まあ、転換線があるところですね、転換線があるところの312円からまあ300円の間はですね、買い目線でいいんではないかなと思われます。で、チャートをですね、月足の方に切り替えますけれども、まあ、月足でもですね、まあ、大きく見れば200円から300円のね大きなボックスの動きになっているのが分かると思います。まあ、当然ここね抜けてくるとね勢いがつくわけですけれども、最初のターゲットとしてはこの2008年ですね、5月350円というね高値をつけております。で、チャート的なこの350円が最初のターゲットですね。で、そこ抜けてくるとですね、今度は2007年ですね、2007年の7月407円というね値段をつけておりますので、まあ、400円あたり407円、このあたりがね次のターゲットになってくるかと思います。で、もう一度日足の方に戻りますけれども、まあ、下がってもですね、まあ、できればこういったところの転換線、もしくはこのちょっと高値から引いている部分ですね、8月のこの高値から引いているトレンドライン、まあ、こういったところも、ね、しっかりとサポートしてくれればね問題ありませんけれども、300円を割ってくるとですね、まあ、この辺ちょっと大きく見たボックス的な動きですね、300円から320円のボックスと考えれば、そこ割ってくるとですね、当然基準線も割ってきて、この上昇がね帳消しになってしまいますので、300円割ってくるとロスカットを考える必要が出てくるかと思います。では以上で日鉄商事の解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。